今宵はこの面々で皆様のお相手させていただきたいと思います。では皆様もうキャーキャー言わなくて結構ですか？大丈夫ですか？十分ですか？待って、いい、シャロップ、お前ら黙れ。じゃあ時間、じゃあ一瞬ね、せーの、はい、もうみんなほとんど耳が聞こえません。さあそれでは、お一方ずつ皆様にご挨拶を。ではドロセル役の勝さんお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。今宵皆様とこの晩餐をご一緒できることをとても嬉しく思います。今日は楽しんでいってください。続きましてアバーライン役菅沼さんお願いします。はい、1階の皆さん、アバーラインです。そして2階席の皆さんもアバーラインです。はい、みんな大好きアバーライン役の菅沼久志です。どうぞよろしくお願いします。続きまして相馬役橘さんお願いします。相馬役の橘慎之介です。こんばんは。こんばんは。今日は最後まで楽しんでいってくれ。続きましてアグニ役安本さんお願いします。おう、いやおお、びっくりした。普段はね、相馬さんに上上げ穴、僕ですけど、今夜だけは皆様に上上げ穴な感じで楽しんでいきたいと思います。2階の方もね、落っこちない程度に盛り上がって楽しんでください。よろしくお願いします。続きまして杉山さんお願いします。はい、皆さんこんにちは、ウィリアム T スピアーズ役の杉山紀明です。本編あまり出てなかったりするんですけども、この場に呼んでいただいてありがたい限りです。今日は一日楽しんでいってください。よろしくお願いします。ドルイット主役役の鈴木さんお願いします。なんで俺この絵なんだろう、絵じゃん。なんでみんな普通に正眼してたのに。すいません、残念ながら達音になっていましたね。そう、達音どうも、達音さんだ。ドルイット主役役の鈴木達一さんです。はい、はい、ありがとうございます。続きましてバルド役のトーチさんお願いいたします。あ、どうもバルド役のトーチです。大人の街有楽町へようこそ。今日使用人残念ながらいないんですけれども、頑張りたいと思います。今日最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。では続きましてラウ役のユサさんお願いいたします。いやーみんな、2階席のみんな通れなくてごめんね。今日はラマオがいなくて寂しいので、誰か連れて帰ろうかなと思って楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。新作ちです。続きましてアッシュ役のヒロさんお願いいたします。はい、アッシュ役のヒロです。陛下の賜枠、今日は一日たっぷり楽しんでください。ではセバスチャン役の小野さんお願いいたします。皆様ご機嫌うるわしゅう。ファントムハイム系別荘であるところのこの東京国際フォーラムにお越しいただき誠にありがとうございます。5000人の紳士淑女の皆様を満足させられるのでしょうか。ええ、私たちならできますよ。ファントムハイブ家の執事たる者、5000人の観客を魅了できなくてどうします。今宵は最後までごゆっくりお楽しみください。小野さんは今日はMK タクシーのコスプレですか？ありがとうございます。本日はですね、本当に皆様に素晴らしいひとときをお過ごしいただくためにたくさんのメニューご用意しておりますので、どうか最後までこの面々と、ごゆっくりお楽しみください。よろしくお願いいたします。
それでは、早速コーナーの方に参りたいと思いますので、キャストの皆さんはあちらのお席の方におかけいただければと思います。はい、はいはい、さあ安本君、さっさと座ってくれたまえ。なんか前でコントが大丈夫でしょうか。さあ準備の方ができたようですね。それでは最初のコーナーに参りましょう。最初のコーナーはこちらでございます。ファンが選ぶ心に残るシーンベスト5ということでございまして、ホームページの方で募集しておりましたアンケートの結果をまとめて、特に人気の高かったトップ5、こちらの発表をしたいと思います。投票したという方いらっしゃいますか？いい人。はい。ではまず早速第5位と4位を一気にご覧いただきましょう。こちらです、どうぞ。